くピアノ初級 A メロ動画の1になります。では今日練習するパート1と弾いてみます。では早速説明していきます。まず右手からいきますね。5番の小指から始めます。まずピアノの中心ここだとしたら、最初のラのここですね、ここを5番で弾いていくと、ここからですね、はい、こうなります。いいでしょうか。ララミレミレミレミファのシャープ、レレですね。5532323234222となります。はい、でしょうか。左手はピアノの中心ここだとしたら、そのまま下がっていって最初の C ありますよね。ここから1オクターブ下の C、 ここからスタートしていきます。3番の中指で C を2回弾きます。次5番でソを2回、簡単ですね。はい、でしょうか。はい、では両手で合わせていきましょう。では上の方にね、指番号ありますよね。指番号がピンク色になっているところは右手左手同時に弾くと思ってください。ではゆっくりいきますね。はい、こうなります。いいでしょうか。もう一度。では何度か練習して弾けるようになった方は次3、4小節いきますね。右手からいきます。3番でミから、はい、こうなります。いいでしょうか。もう一度。ミレミレミレミミファのシャープレララですね。3、2、3 2、3、2、3、3、4、2、5、5です。はい、大丈夫ですかね。で次左手いきます。左手は4番でラのシャープを2回弾きます。次に1番でレを1回弾いて、2番でドのシャープを弾くと、はい、こうですね。ラを2回弾いて、1番でレ、2番でドのシャープ。はい、では右手と左手両手で合わせていきましょう。ゆっくりいきますね。なります。もう一度ゆっくりいきます。はい、いいでしょうか。では次5、6小節いきます。5、6小節は1、2小節と一緒です。はい、いいでしょうか。大丈夫ですね。で次7、8小節いきましょう。ここはね、3、4小節とすごく似てるんですが、右手がね、若干違います。右手が最初だけ違いますね。ミレミレミレミミファレララですね。最初が、はい、ここだけ違うだけですね。ミレミ、あとは一緒です。レミレミミファレ。はい。そして左手も全く一緒ですので、合わせていきましょう。いいでしょうか。はい、今日はねここまでとしますので、後半の復習動画でもね、ちょっと早めに弾いたりゆっくり弾いたり右手だけ練習したりとか、やってみてください。